今回はですね、大河ドラマ「どうする家康」第28回「本能寺の変」の感想をお話します。なかなかですね、時系列がね、あっちゃこっちゃね、してましたんで、ちょっと混乱してましたけどね。前回と、まあ前々回のね、伏線の、まあとりあえず答え合わせができたというね、感じでしょうか。やはりですね、秀吉はですね、まあ家康にやらせるというかね、まあ家康がやるとね、読んでいたということですね。ですけども意外に明智がやっちゃったというパターンですね。まあ信長がですね、まあ死んでしまってですね、まあ悲しんでいてね、まあ泣いてるところまではね、あったんですけど、本当はね、あそこでまあ黒田官兵衛にね、やっとね、まああなたのね、番が回ってきましたねっていうね、場面もちょっと見たかった気もしますけどね。まああのですね、室秀吉だからね、まあ黒田官兵衛がね、軍師いらずですよね。ね、作詞ですんでね。まあですんでまあね、まあよしとしましょう、こうね、そこのところはね。まあ泣いてる場面がまあね、その時でしょうね。時系列もね、まあバラバラだったんですけども、まあ、信長がですね、妄想というかね、最初はこれ夢なのかなとね、信長が見ているね、思いましたけどもね、まあ、忍者姿の家康ですね。はじめびっくりしましたね。百歩譲って半蔵だろうとね、思いましたけども、マスクを取ったら実はね、松潤家康だったとね、忍者のマスクを取ったら、松潤家康と。もうどういうことですよね。と思ってる間にもう話はどんどんね進んで、まあ信長家康が信長がですね、松潤家康にまあ思いがね募っちゃってっていうかね、まあ家康に見えちゃったみたいな感じでしょうかね。なんで家康に撃たれたかったんですけども、まあ蓋を開ければまあ、明智光秀だったということでね。お前かいみたいなね。展開ですよね。で、ここで、まあ、悪口のね、金冠頭というね、いう有名なね、悪口ですね。まあ、是非に及ばずが、なかなかね、言うタイミングがなかったですよね。ちょっとね、信長もですね、精神的にね、かなりね、もうやられてね、まあそろそろ限界だったのかなというね、感じもしますね。もう松潤に見えちゃってる時点でね。なんで、どうせ撃たれるなら、家康にね、撃たれたかったという、まあ北川景子さん演じるね、まあお市のセリフが正解だったのかなとね、思いますね。あと意外とですね、父親のね、織田信秀のですね、言うことをね、信長はですね、まあ素直にね、聞くんだなとね、思いましたね。一人だけね、信用していいとね、いうことで、まあ言いつけを守ってですね、まあ、家康をね、まあ一人だけ信用するというかね、まあこれもですね、お市がですね、まあ家康にですね、まああなただけがね、まあ、岡田信長の、まあ、友達ですよ、みたいなね、感じでね、まあ、説明してましたんでね、ちゃんとね。ですんでね、まあ、お市がちゃんとね、伏線の正解をね、まあ、ちょっと説明してくれて、まあ、ちょっとスッキリしたという感じでしょうかね。で、家康がですね、まあ、最後でですね、まあ、討ち入りをね、やめるとね、まあ、決断するんですけども、まあ、決断してもですね、まあ、ね、今日の都のね、まあ混乱でね、まあ本能寺の変の混乱で、まあ家康がね、まあ信長を殺したというね、まあデマが流れても、まあそれはありそうですよね。でも、討ち入りの軍勢はね、
まあ、やめると言った時点で、まあ、解散してしまったということですかね。あの、内入りの軍勢がね、行ったらですね、まあ、これから始まるですね、あの、伊賀越えなんかしなくてもね、そのまま余裕で軍勢を引き連れてね、まあ、帰れるような気もしますけどね。まあ、そうするとですね、伊賀越えのストーリーがね、成り立たなくね、なっちゃいますんで、まあ、それはね、まあ、解散ということでね、まあ、素早くね、まあ、撤収したということですかね。撤収した後に、まあ、本能寺の変が、まあ、起こったということでしょう。ね。あと、あの、明智光秀ならですね、まあ、個人的なね、恨みで、家康を、まあ、狙うのはね、狙いそうですよね。まあ、あの、腐った魚をね、口に入れてね、殺してやるってましたんでね。前回とですね、まあ、今回はですね、私、大河ドラマガイドのね、あらすじをね、見てあったんですけども、ちょっとね、違う展開になっておりですね、まあ、それはそれでね、楽しむことができたんですけどもね。まあ、それではですね、次回ですね、第29回ですね、伊賀を越えろ。ですね、予告編を見るとですね、まあ、あらすじ通りかなっていうね感じですんで、まあ、次回からはね安心して見ることがねできそうですね。ちょっとネタバレになってしまいますけどね、予告編でですね、松山健一さん演じるですね、本田正信がね出てたんですけども、まあ、いい人ですんでね、安心してくださいって感じですかね。予告編で見るとね、また憎たらしいことをちょっとね、言ってる感じで、まあ、裏切りそうな感じですけども、まあ、憎たらしいことは言うけども、まあ、味方ですんでね、助けてくれますんでね。で、次回がですね、まあ、伊賀越えのエピソードでね、まあ、次回のみですね、伊賀越えのエピソードはね。その後はですね、まあ、秀吉のね、まあ、天下統一というかね、秀吉対柴田勝家になりますね。まあ、柴田勝家は当然負けちゃうんですけどね。まあ、その辺になりますね。まあ、そんな感じでしょうかね。それでは、今回の動画は以上になります。